カール・リッター、カール・リッターを受賞した。また1852年、リッター70歳の時には、地理学方法論にとって欠かすことのできない、一般比較地理除説を表している。高齢になるまで当地で地理学を講じていたが、1859年に病に、不死、9月28日に死去。80歳だった。折しも、同年5月にリッターともに、 近代地理学の確立に努めた、フンボルトも指揮をしている。メダルズアワーズ、ゴールドメダルリシピオンズ、ロイヤルジオグラフィカルソサイティ、2014年4月10日、閲覧、ありがとうございます。